ヤホータピオカです。今日は中国の WeChat っていうチャットアプリのスタンプの使い方に関してちょっとだけの紹介をしたいなと思ってます。まずこちらの方になりますね。右下の方にこの顔文字のボタンを押して、でデフォルトのやつらが出てきてますね。こんな感じで、でさらにここハートの部分を押して、ハートは今何もない状態ですね。 OK、 じゃあまず今から例えば私はニハっていうスタンプを向こうのこの人に、まあ私自身なんですけれども、に送りたい場合は、ここ一番左のルーベのボタンを押してニハオを打って、はい、検索をして、でいっぱいニハオのスタンプが出てきてますね。例えばこの鳥かアヒルかいいなと思って、でタップしてて送ります。またそのルーベのボタンを押して、でその他のステッカーがありますね。ここをクリックしてて、いっぱい他のステッカーが出てきました。例えばこれを選んで、で追加を押して、追加をしたらまた、最初の方に、こちらの方に戻りましょう。ご覧ください、さっき追加したスタンプはここら辺に表示されてます。好きなスタンプを選んで送信できますよ。実はスタンプだけで会話も成り立てますね。今空いてます？にをコンマ、これもね全部スタンプがありますね。你现在有空吗？今空いてますか？とか、じゃあ例えば我没空、我没空。あ、じゃあ向こうは例えば、あ、残念だな。残念も日本語なんですけれども、ちょっとね、多分一応残念って入力したら出てくるかもしれない。あ、マジであるんだ。はい、残念。ありますよね。あとね、私よく使うのは不想上班、これ不想上班、不想上班、たくさんありますよ。不想上班はこれめちゃくちゃウケる。不想上班、これは WeChat のデフォルトスタンプみたいな感じですね。例えば他の人はなんか面白いスタンプを送ってきてて、そのスタンプ自分も欲しいんだったらどうしますかって言ったら、これスタンプを、タップしてて長押しして、でここ追加があります。追加済みだったらここハートの部分に、これ私のスタンプになりましたんですね。これもし向こうのスタンプがなんか盗みたい時は、これ追加してて、これも、追加してて、でここら部分に入ってましたんですね。でさらに自分の携帯の中の写真を使いたい場合は、ここのプラスのボタンを押して、この画面に入るとさらにプラスのボタンを押して、で携帯にある写真は導入できます。で今から例えばこれをタップして、この画面に入って完了を押して、でさらに OK を押して、はい、さっき携帯の中にある写真はここら辺に表示されてますね。で今これを、ま、向こう側に送ってたんですね。こんな感じで、でさらに面白いのは自分の顔でスタンプを作ることができます。このピースを押して、この下の丸いやつを押したままで録画できて、それ録画をしてて、で GIF の、スタンプは作れます。ちょっといくつか試してみました。じゃあ今から私の顔で作ったスタンプを作りましょう。押して、はい、録画してて、さらに別の字幕も追加できますが、まあしてなかったんですね。で追加をタップして、あれ、どこにもなかった。他のボタンを押したりとかしてて、多分リフレッシュが必要ですね。はい、で今ピース、あ、出てきました。私の頭をタップして送信しました。はい、WeChatのスタンプ使うコツ講座はこの辺で終わりにしたいと思ってます。また次回でね、バイバイ。顔でかい顔でかい